来た。来たよ。これ、チェッポっていうお店です。いつもね、好きでよくお邪魔してるんですけどね。超絶うまいっすよ。超絶うまい。なんだこれっていうぐらい美味しい。ガチうまい。ガチでうまい。これね、田村家のチビ、子供が好きなんですけど、これアメリカーナって言ってね、ポテトが乗ってるマルゲリータ。すごい美味しい。でね、釜がすごいいい釜で焼いてて、生地がもうやばい。超絶うまい。早く食べよう。それ大変ですよ。先こっち食べてから。すごい。罪の上にバツが乗っかってます。もうワイン。ワイン。これ、上割ったらまた。うまっ。めっちゃ美味しい。でね、マスターにガツ玉ちょっと一緒に出てくださいって言ったら、いいよとか言われて、今度多分ピザ作るのとか撮らせてもらえると思いますんで。ハモ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 。うまそう。ああ、うまっ。マジで。うまっ。何これ。最高だ。どこって言ったらいけないんですけど、よくね、届けてくれるピザ、私、2切れ食ったら終わりなんですけど、ここ、どこでも行けます。行けちゃうな、ね。これ、チェッポ、CPPO。あ、書いてあるんだ。後掛けがあるんです。え、あ、そうか、それかける。あ、そうです。だから別にしてくれたんですよ。すごい。さあ、食べよう。いやー、前、社長が頼んで、俺、超うめえと思った、これ。うまっ。全部うまいんだけど。うまっ。もちろん、チェッポさん、ピザだけじゃなくてよ。マスターも。うん、全部うまい。ハモすごいね。ハモやばいですね、うん、マジで。うわ、初めて食ったこんなにうまいかも。あ、何チェッポのピザ、ほんと美味しいですよね。お、タケ、タケ。あ、嫁嫁見てたのか嫁見てるかチェッポのピザ、美味しいよごめんね。まあ、連れてきますんで。はい、美味しいよね、ほんとね。どこのピザですか？チェッポです。チェッポ、東松屋。マジ、過去一美味しいですからね。ほんとね、食べてほしい。竹尾さん、こっち見て。お、おい。つぶらな瞳でございます。これ、なかなかいいな。いいよ。